では外装フロントバンパーから見ていきます。後期なんでこの新タイプなフロントバンパーになってますね。ここがちょっとサササッと、擦ったような跡があります。ただそこ以外はこんな感じで特に気になるような傷はないかな。これはこれ傷ですね。あとヘッドライトは非常に綺麗な状態です。で無限のグリルですね。ボンネットの方はこんな感じで、特に傷へこみはないですね。で左のフロントフェンダーこちらも特に気になるような傷はないですね。ホイールが18インチ、225、45、18、タイヤの溝は、まあ、まだまだ全然残ってますね。で、ドアミラーに、助手席のドア、まあ、この辺は特に気になるところは、あ、これかな、うん、そうですね。ちょっと塗装の剥がれが出てますね。サイドステップ周りは飛び石がちょっとある程度で、ここがちょっと傷があるかなっていうぐらいですね。ヒレエリアのドア、こちらは特に気になるようなところはないですね。リアフェンダー綺麗です。そして、ヒレエリアのホイール、こちらも馬力が大丈夫かな。タイヤサイズは225、458でフロントと一緒ですね。タイヤの溝も、こんな感じで、まあ、残ってます。で、リアバンパーぐるっと見渡してもまあ綺麗かな、うん、気になるような傷はないですね。こんな感じな状態で、トランクも傷へこみ、うん、ともに大丈夫ですね。マフラーは純正が、装着されてます。で右側の、フェンダーは汚れですね。はい、フェンダーは特に、うん、綺麗ですね。右リアのホイールも、ガリ傷はここかな。はい、右リアドア、大丈夫ですね。サイドステップ周りも、この辺は多分汚れかな。うん、そうですね。これがちょっと飛び石ですね。この辺も、汚れですね。はい、なので、まあ、運転席のドアもこんな感じで綺麗な状態ですね。ドアミラーも特に気になるような感じはなく、へこみチェック、うん、大丈夫ですね。そして、右フロントのフェンダーはちょっと塗装の剥がれがあるかなと。ここら辺もそうですね。ちょっとタイヤ当たっちゃったのかな。それぐらいですね。フロントのホイールの状態は、こんな感じで、ガリ傷っていうガリ傷はなさそうかな。はい、最後にルーフです。へこみ傷ともに大丈夫そうですね。はい、外装全体としては非常に綺麗な方かなというふうに思います。以上です。